はい、ご視聴ありがとうございます。今ですね、ちょっと夏祭り榎本さんと一緒にね、させていただいてるんですけど、はい、来てくださいましたということですね。やってくれます。一人一回ずつやってくれます。じゃあお願いします。 ありがとうございます。1万円だから1、2、3、4、5、6、7回7回わかりました。はい、お願いします。じゃあお願いします。ちょっと待ってください。はい、いいですよ、お願いします。さあ出るかな。混ぜるときはこっち混ぜる。さあさあ出る。まだまだ。お、出た。赤、赤、赤、赤3000円の金券です。うはい、次、次は、はい、お、また赤、また赤、3000円の金券。3000円の金券、はい、次の子、はい、いいよ。はい、いいよ。白、白、500円、500円ですね。はい、ジンくん、いけ。オッケー、白、大剣、はい。はい、白、外見ですね。はい。最後は榎本さん。榎本さん、榎本さん、いっちゃう。じゃあ、榎本さん、この分、お願いします。お願いします。めっちゃプレッシャー来ましたね。この金出さないと。まずは混ぜて、混ぜて、混ぜて、よーく混ぜて、からの。なんでやねん。なんでやねん。あかんやん。ちょっと待ってくださいね、これを。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。後ろの金券が1、2、3、はい、はい、行ってらっしゃい。よかったな。ゼリー担当ってね。ゼリー担当。ゼリー担当です。アルコール担当。アルコール担当。アルコール担当。今からですね、ちょっと男じゃんけんっていうのをやります。男気じゃないの？男じゃんけん。で、これ5回戦やるんですよ。インセクトマイマイさんが5回勝てばこれが全部消えます。おで自分が勝てば残りますということでやります。はい、じゃあいきますよ。最後は5回戦でいきましょうね。はい、出すわ。めんどくせえって笑ってる。5回戦、5回戦、5回戦。あと2回ですね。5、5、5回戦。よっしゃ。やべえ、やべえ。5、5、5回戦。1500円。2回勝ちましたよね。2回2回勝ってるから、150円です。ありがとうございます。くそー、負けた負けた。パパ50円出すわ。さあ、ってことですね。はい、ありがとうございます。面白かった。そうですね、インセクトマイマイさん、いろいろ購入してくださいました。はい、いろいろ。あ、ツイッターとかされてますよね。詳しくはツイッターの方見てください。では下の概要欄の方にインセクトマイマイさんの貼っていいですか？はい、お願いします。貼らさせていただきますので見てみてください。え、でもかっこいいよ、かっこいいよ。今日は。ポテトジを差し入れていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。
大阪から、はい、お疲れ様でした。失礼します。はい、お疲れ様です。宮本さんです。あばら治りましたか？まだです。まだです。そんなに簡単には。今笑ってるけどあばらがズキズキしてる。はい、宮本さんです。はい、主にドリームファクトリーさんにいますので、はい、イベントとかにいますので声かけてください。はい、失礼します。はい、今からですね宮本さんと男じゃんけんします。男じゃんけん男じゃんけん。ルールはじゃんけんして1回するんですよ。1回だけじゃんけんして宮本さんが勝ったら0、1個消えます。おお。で、アイコでも半額になります。うん、ただ自分が勝ったら変わってもらいます。怖いねこれ。はい、そういうね、男じゃんけん、男じゃんけん、はい、いきますよ。1回戦最初1回です。1回だけ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 。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、では今からですね男じゃんけんまたやります。勝てばゼロが1個消えます。アイコでも半額になります。自分が勝てば払ってもらいます。第1回戦最初はグー、じゃんけんポンでいきましょう。わかりました。はい、いきます。最初はグー。じゃんけんポン。やったー、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 おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すげー、すごいすごい、すげーな。よかったね。ありがとうございます。ということで980です。お、ありがとうございます。ありがとうございます。ということですね、今回の祭りは最高でした。はいはいはい、そういうところから来てくださりありがとうございました。ということでですね、また次の動画でお会いしましょうね。せーの、バイ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 、グッバイ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 。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れです。酒蔵さんの1号店本店本店で今めっちゃ美味しいもつ鍋をいただいております。はい、はい、チュラちゃんは何食べてる？カレーカレーライス、あと卵と卵とあとポテト。ポテト、いや本当美味しいです、もつ鍋。うん、そうですね、よ、和歌山に来ました。美味しい牛のもつ鍋初めて食べました。初めて。いつも豚なんだけどさ、うん、沖縄だけど、うん、いつも牛もつってたら焼肉しか食べないけど、もつの美味しい。ペンマーサイビンヌチグスやいビンヌチグスです。矢野様、いやー美味しそうに食べますね。美味しい。美味しい。美味しいよね、うん、こっちが味噌、味噌、味噌で、あ、塩で味噌、うん、塩であっさりと味噌、あっさりと、はい、野菜もねたっぷりでヘルシーでね、なおかつもつのね、うん、あの なんていうの、歯ごたえ、歯ごたえいいね、うん、うん、最高にうまいっす、うん、めっちゃうまい。宮本さんもこれであばらが治ります。早くなったらいいです。そうですね。なぜかさ、最後はそばを入れて、そば、おー、いいですね、そばも、うん、はい、そうですね。いや、でも本当今日は面白かったですね、楽しかったですね、あの、ありがたかったです、うん、あの、夏休みの思い出になったな、夏休みの思い出に終わったけど。そっか、大阪は一週だね。そうなんですよ。で、この外のね、景色がね、うん、結構いいんですよね。地元の酒、地元の酒、地元の酒、そうなんです。和歌山名前なんだったっけ、なんちゅうだったっけ、車坂、車坂っていうお酒、日本酒、
パパ、あのテントどうしたの？あのテント。美味しい美味しい美味しい。あのテントどうしたの？あの、いろんなありますよ。どんなの？大丈夫。あの、カラフチ景色が綺麗です。はい、甘口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 、